ですね、NHK は違法行為を認めて謝ってきました。ついにというか、まあ、昨日の件ですけども、まず冒頭ですね、今日の予算委員会、NHK 党の浜田聡参議院議員の質問から聞いてください。浜田聡君、まずこの質疑を中継いただいている NHK には感謝するとともに、残念な報告もしなければいけません。住民税非課税世帯対象の5万円給付金について、今年の11月9日にその差し押さえを禁止する法案が、参議院で成立しました。今回我々 NHK 党に寄せられた相談として、 NHK がこの法律の立法趣旨を無視してこの5万円給付金を差し押さえたというものが複数あります。 NHK には強く抗議をさせていただきます。今日の NHK の中継でもですね、浜田君が言ってくれました。そして、まあ、先ほど終わったですね、本当終わりたてですけども、総務委員会のところでもですね、まあ、NHK、だけじゃなくて代理人の東京丸の内法律事務所まで国会で挙げてですね、あなたたちがやってることは違法行為でしょ。今月、もう先月か。11月の9日に法律ができたてであることはわかります。しかしながら、非課税世帯に5万円給付してるわけですよ。それぞれまだ12月に届いてない方もいらっしゃいます。市区町村のね、スピードがあるので、県を、国から県、県から市区町村に行って、非課税世帯の方に5万円というのが支払われるのでね。その5万円については、差し押さえしてはいけませんって法律を11月の心に作ってるんですよね。にもかかわらず、この東京 NHK の代理人である東京丸の内法律事務所の石田修一という弁護士は、それを差し押さえるって昨日言ったんですよ。これはもう明確に彼はそれを言ってですね、どういう言い分かっていうとですね、この石田修一弁護士の言い分はこういうことです。国からですね、まあもちろん国から、まあ、これ市役所に行くわけですね。まあ、もう具体的な名前出しましょう。茨城市に行ってます。大阪府の茨城市というところに行ってます。まあ、茨城市と国はまあ、基本的には同じような、まあ、いわゆる地方公共団体の国なんで予算が行きます。この茨城市がですね、この、今回、まあ、被害者とあえて表現しますけども、この被害者の女性に5万円払うっていうことをですね、やらなきゃいけないですね。ところが、今の制度は、茨城市が5万円この被害者の女性に払うっていうことをやってないんです。これは茨城市だけじゃないんです。ほとんどの市区町村の 99% 以上は茨城市が、今回はりそな銀行、もちろんこの被害者の人が指定してるんですけども、りそな銀行に払ってるんです。この5万円りそな銀行に茨城市は払ってるので、りそな銀行のこの被害者の女性の名義の口座に入れてるんですね。で、この女性はりそな銀行から5万円もらえると。まあ、預金がつくわけですから5万円もらえる権利なんですね。ところが、まあ、これをですね、NHK は、ここにですね、りそな銀行に対して、差し押さえというものをしてきたんです。この入った5万円をですね、この被害者の女性に払うのではなく、NHK によこせと言ってきたんですね。これはもちろんこの被害者の女性は NHK との裁判で負けているので、この5万円じゃなければ差し押さえされるんですけども、この5万円については当然ですね、こういう NHK のようなですね、悪徳業者が取りに来るわけですよ。お金を、お前国から5万円もらったやろ、まあ正確に言うと茨城市から5万円もらえるやろ、その金はこっち回せと、借金の、あれで返、こっちお前に借金してるのに、俺とこ借金返済しろって言ってくるんですよ。まさに反社組織とか闇金の人は言ってくるんですよ。ある意味、それを当てにね、お金貸してる闇金業者もいるわけですよ。もうこれ10月に決まりました。だから11月か12月には、非課税世帯にはお金が5万円入ってくると嗅ぎつけるから、その5万円ね、来月5万円入ってくるやろと。じゃあそれ担保に今4万円貸してあるわと。1ヶ月後に5万円入っていたら4万円の1万円利息として5万円払えよと。こういうことをさせないために。まあもちろんこの5万円というのは高騰する食料費やガス代、電気代に充てるために国が緊急に被害者女性頑張って仕事してもなかなか仕事がね、見つからないとかいろんな事情があって住民税を免除する。非課税。つまり税金を納めなくても良いというぐらいの所得しかない人に生活が困ってるから国が緊急に配ったお金なんですよ。それを NHK が横取りしようとしたっていう。しかも嘘をついてっていうことです。もしくは法律の知識がなかった。どっちかわかりません。まあ法律の知識がわからないんだったら弁護士失格なんですけどね。
ちなみに裁判のことについてせっかくなのでどういうものが来ているかって、まず大阪地方裁判所第14民事部というこのね特別送達郵便に1145円の切手が貼られてですね、差し押さえ命令書ってこういうのが届くんですね。ここには大阪地方裁判所の裁判官の名前と書記官の名前があります。このような形でですね、 NHK のこれちょっと違う弁護士ですけど別の案件なんで、 NHK の債権者名前書いてありますよね。債権者日本放送協会、このように債権者代理人弁護士ということで東京丸の内法律事務所の弁護士の名前が書かれているわけです。電話番号もあります。まあこの場合はちょっと違いますけど、池田銀行、池田泉州銀行ですけど、これちょっと別の方のやつやってるので、でこのように財産押さえ、差し押さえしろってこう来てるわけです。差し押さえって何なんですか、裁判って何なんですかっていうところからちょっと基本から説明していきますと、まあ NHK と契約して不払いをした、3年間不払いをしていました。今から5年前にいわゆる裁判になりました。まあ、皆さんがよく言う裁判っていうのは、これは正しくは裁判ではなく支払い督促というものです。で支払い督促から始まって異議申し立てをすると、これは訴訟っていうものになります。専門用語で言うと支払い督促、そして異議申し立てをした場合は訴訟、異議申し立てをしなければ支払い督促、いずれにしてもここで確定されます。債権が確定するっていうことですね。でここで4万いくらと4万8000円ぐらいと利息が年利 12% 利息が確定しました。で、これは裁判負けただけなので、お金のやり取りっていうのは行われないんです。この人が契約して NHK と付き合えなくなったのはもう8年ぐらい前なんですね。お金を払わなくなったのは。で、今2022年じゃないですか。8年後に今この差し押さえしてきたんですよ。で、この差し押さえっていうのが、まさにこの女性の銀行口座に対して、この銀行口座の預貯金は銀行さん、この女性に払うんじゃなくて NHK に払ってくれと。 NHK はこの人に4万8000円貸してるんだと、裁判所も認めてますと。5年越しにやってきたんですね。でこれがまあちなみに、債権差し押さえ命令書が発せられましたと。この度あなたに債権差し押さえ命令書が発せられました。これまあ普通の人読んでもわからないんですけど、11月26日に届いたそうです。これをですね、異議申し立てするのはたった1週間、1週間以内にこれおかしいじゃないかって言わなきゃいけないんですけど、まあそういったことがここに書かれてあります。これね、面白い。まあこれこういうのって皆さん日頃見ないんでしょうけど、 NHK があなたこの女性の銀行口座をですね差し押さえる、つまり銀行口座の残高をこの女性じゃなくて NHK に払えという差し押さえ申し立てとしてきた。でこの後1週間何もなければ銀行は NHK にお金を払うっていう流れなんです。もちろんその1週間の間には突然来ますから、これお金動かせないんですよ。預金通帳の残高は、例えば4万8000だと4万8000残って、まあ、今回は5万円か、5万円預金通帳には残ってます。記帳しても出てきます。しかし引き落としができないです、この1週間。なので1週間経てば持っていかれます、何もしなければね。でそういうのがまあ基本的には差し押さえとですね、取り立てと言いますけども、取り立てが完了するともう NHK に渡ってしまいます。このね、なお裁判所は公平かつ中立な立場であるため、あなたにとって有利となるような相談に応じたり助言を行うことはできませんと、ここに書いてあるんですよ。ここに書いてあるんだけども、あなたにとって有利となる相談や法律的な助言を得たいときはお近くの弁護士会や法テラスなどの法律の専門家をお尋ねくださいって書いてるんですね。これあまりにも NHK のやるということがひどいので、裁判所に電話してもらいました、この女性に。そうすると裁判所の書記官と言われる人はですね、いや確かにそれはひどいですねというか、まあそこをどういう言い方をしたかあれですけど、とにかく1週間以内に申し立て、申し立てをすればこの取り立てを止めることができるということでアドバイスをしたり、仮に5万円取り立てされてもその後お金を返せという裁判もできますよと、まあいずれにしても NHK のその弁護士に電話した方がいいですよという気のアドバイスをしたんですね。でこの石田弁護士が本当に悪質でですね、そういうものは関係ないと、茨城市からあなたに払うべきものを差し押さえることは確かにできない、こう説明したそうです。これ現金で茨城市からこの女性にお金を払うのならばそれはできない、差し押さえはできない。しかし茨城市からりそな銀行に入った以上は
それは債権、差し押さえ禁止債権っていうんです。何？差し押さえ禁止債権っていうものがあります。差し押さえ審議債権を原資とする預貯金債権の差し押さえについて過去に判例があってですね、この債権、この5万円っていうのは、とにかく借金の方にはめちゃいけ、借金の代わりに支払うことができませんってなってるんですよ。本人が借金の弁済に当てたらいいんですよ。でも、お金を貸してる人が無理やり、その5万円に対して、俺がさっき金貸してたんやから、受信料不払いした分返せ、払えということはできませんってなってるんですね。それを差し押さえ禁止債権というわけですね。で、ここの過去の判例にも、確かに NHK の弁護士が言うように、茨城市からこの女性に対しての債権があったけども、茨城市はりそな銀行に入れたわけだから、このりそな銀行に対して今度は、この女性とりそな銀行の間では、ここは預貯金債権になるんですね。いわゆるこの女性がりそな銀行に5万円貸してるっていう状態なんです。預貯金債権については、ここの、ここと1週間とかそういうのが、いろいろとあるんですよ。2分の1まで、例えば給料だと4分の1までしか差し押さえられないとか、いろいろな規定があります。このように国や地方公共団体以外のものから請求を維持するために支払いを受けている継続的給付に関する債権などは、実はこれは4週間なんです。ここ、4週間。それ以外のものについては基本的には1週間なんですね。上記のもの以外の債権である場合は1週間ですってなってて、NHK のこの代理人をしている石田修一弁護士はこう言ったそうです。いや、もう知らんがな。そんなのをね、5万円の債権は、俺たちは知らんでと。もう、ここに、りそな銀行に入ってる時点で、それは預貯金債権じゃん。預貯金債権は1週間で取り立てできるとはっきり言ったってんですよ。しかし、判例にはこのようになっていて、そんなことやり出したら、もうこういうね、債権差し押さえ禁止債権、いわゆるこういう困窮者を救うための、あれもそうですよね。コロナで10万円給付しましたよね。去年の5月、一昨年の5月だったかな。ああいうのもこれに入ってるんですよ。でも、こんなことをやり出したら、銀行の債権、預貯金債権だって差し押さえ出したら、どうなります？みんな市役所に現金でくれって殺到するでしょ。ここ差し押さえなんかしたら。だから、判例でも明確に民事執行法153条1項の差し押さえ禁止債権の範囲の変更の申し立ては、差し押さえ禁止債権を原資とする預金債権について、差し押さえを受けた債務者の保護として十分になるので、これは差し押さえができないっていう判例が出てるっていう学説っていうか、こう判例があるんですよね。相当悪質なんです、この人だから。ただし、今日、この被害を受けた女性に対して、この女性は今日いろいろと病院とかがあって、夕方しか電話ができないかったそうなんですが、この石田弁護士から2度電話が着信があったそうです。よほど伝えたかったんでしょうね。今日国会でこの NHK の代理人がおかしなことやってるって浜田君が言ったから、5万円強制執行差し押さえ取り下げますって言ってきたそうです。これは全部録音を取ってるので、届き次第皆さんに聞いてもらおうと思います。悪質ですよね。ちょっと考えたらわかるじゃないですか。国が5万円、いわゆる非課税世帯、生活苦しんでる方に5万円支給してるわけです。それを銀行口座に振り込んでるんです。ちょっと法律の立法趣旨、法律を作った趣旨を考えたら、そんなお金差し押さえしちゃいけないことぐらいは、子供でもわかるでしょ。子供は無理かもわからないけど、少なくとも弁護士としたら、なぜそんな法律が作られたかぐらいわかるわけじゃないですか。わざわざ差し押さえを禁止する法律を作ってるんですからね。で、それを無視したので、今回、石田修一弁護士に対しては、これはもう、東京弁護士会に懲戒請求しようと思います。ひどいですよ。で、ごめんなさい、知りませんでしたっていうわけですよね。で、知りませんでしたっていうのも、法律が作られてることを知らないっていうんだったら、勉強不足ですよ。それだったら僕も言うそうと思いましたけども、そうじゃなくて、こいつの知らない、あえてこいつと言いますけど、この石田弁護士が知らないと言ったのは何かっていうと、差し押さえた5万円が、それが債権、禁止債権ね、いわゆる今回の差し押さえ禁止債権であることを知らなかったって今日言ってるんですよ。眠たいこと言ってますよね。昨日は、この5万円はこっちに入ってしまえば俺のもんだ、こっちのもんだと、まで言ってるんですよ。なんなら NHK 党にお金出してもらったらいいですかまで言ったそうです。石田修一弁護士に対しては懲戒請求をかけようと思います。
これ弁護士としてあるまじき行為ですよ、こんなの。ちょっと考えればわかることなんでね。こういう形で我々 NHK 党っていうのは地味かもしれませんが、NHK の被害者を救済してきております。もうこれもね、もうダメでもこちらが5万円払うからとにかく戦ってくださいっていうお願いしたんですよ。もちろんこの彼女さんの、被害者の女性の彼氏さんが非常に勉強していてですね、僕も知らないことを知ってたので、これ勝ち取れたというか完全に勝利ですよ。この件もそうなんですが、先月かな、10月かちょっと忘れましたが、鹿児島で NHK と利息のね、受信料の利息の裁判も勝ってます。まあ NHK 側は、債権放棄、利息はいりませんと放棄書を出してきたんで、どんどん押してます。今 NHK は規約を変えようということで、利息を支払わなければならないという、ねばならない規定を、義務をね、利息を請求することができるって変えようとしてます。これも全て我々 NHK 党の働きです。そして、明日14時、明日の2時、新たな問題が発生します。総務省の役に呼んであります。これは、まあ、今回のこの差し押さえがですね、今、犯罪になるかどうかについて、今、法務省の方に確認をしているところです。これ、いわゆる罰則があるのかどうか、この石田修一弁護士がやったことは、犯罪になるのかどうかについて、今、法務省の方に、所管に聞いています。で、明日、総務省を呼びます。新書ってやつですね。NHK が送っている新書っていうものが、これが新書になるかどうか。回答は新書だということなので、その後ですね、じゃあ、この新書を、その業者が配ったら、犯罪になるのかどうかを確認したい。だって一件234円もらえるんですよ。234円ポストに入れればもらえるんですよ。こんな仕事やりたいに決まってるじゃないですか。でもそれを郵便局以外の、ね、業者がやったら犯罪になるのか、誰が犯罪になるのかを明日総務省の役人を呼んで聞きますので、ぜひね、これも明日中にアップロードできると思います、ご覧いただきたいと思います。我々は国民の声を聞きながらね、ここもすごく賢いですよ。浜田君がこのように国会でやって、僕が国民の声を聞いて連携してやってるでしょ。しかもこれ予算委員会で今日 NHK に突っ込めてるのは、ガーシーが NHK 党の議員をしてくれてるからなんですよ。2議席あるからガーシーの分を浜田君が質問時間がもらえて、そもそも総務委員会に行けてる、予算委員会に行けてるんですよ。ちょっと参政党若干ディスりますが、参政党は1人しかいないから、会派組合いいのに組もしなせずに1人しかいないから発言する場所がないんですよ。これガーシーがいるから我々予算委員会で、これ NHK の中継の中で発言できるっていうことなんでね、そういうことも含めてガーシーはちゃんと役に立っていますので、この辺はよくご理解いただいてですね、明日、まあ、2時から総務呼んでます。どんどんガンガン NHK を攻め込んでおりますので、国民の皆さんはですね、 NHK にお金を払わない、受信料の支払いをですね、口座払いをしている方はコンビニ払いに変更して、その変更した請求書を NHK 等に送っていただく。これで安心して NHK の不払いができますので、スクランブル放送しようとしたって、この国会議員たちはやろうとしません。であれば国民の一人一人が NHK にお金を払わないことによって NHK を潰す。これが最新の NHK 等の NHK をぶっ壊す方法でございますので、よろしくお願いいたします。ということで、多くの国民が NHK の受信料を不払いすることによって、NHK をぶっ壊す。石田修一弁護士は懲戒請求です。